ウィンターリーグの台湾での、はい、試合で、はい、なぜか僕が始球式やってくれと言われて、はい、試合前やったんですよ。めっちゃ緊張しましたよ。突然、はい、はい、ストライク投げましたよ ね。これ片岡さん、はい、増田達志の登場です。の大きなことしますね。まあ本当にあのピッチャー陣が本当仲いいですからね。そうだね。まあそうだね。隅田が今シーズン24試合目ここまで8勝9敗2点、この2.90でこの部分で9敗なんですよ。そうですよね。抑えてるピッチャーが先発です。はい、今三振で3アウトになりました。しかし、はい、ね、はい、やってるような話を聞きましたけど。外のボール、チェンジアップか、スライド、はい、さあ、ここはチェンジアップ、三振、ランナー、ね、スタートを切りました、三振、2塁を送った、タッチはできるかどうか、タッチはアウト、タッチ、出ています、そして三振で、うん、続けましたね、全部、ね、うん、少ないですけどね、つまんないですね、ね、あ、ここは三振を奪いました、ツーアウト、これは6個目の三振です。ね、あんまりしないですか、まあ、全然しない。一度で負けました。三振、お、素晴らしい、まっすぐだ、三振決まってなくて、はい、やっぱお願いします、突っ込んでください。こういう話をしてても隅田ガンガン頑張って自して、銀さんに試合出さないぐらい、あ、いいですね、多いですね、いい人間というのは。はい、本当ですか、ね、そうですね、さすぎた、そうですね、昨年が9勝振らせました、三振です、そして一塁を打って三振成立、11個目、これでまずはワンアウトを取りました。